こうプニプニやってますけど、ね、マリンワールドのラッコのリロ君です、はい、このほっぺたムニムニという動作が可愛すぎると今話題になっています。ムニムニとほっぺたをマッサージするラッコ、この可愛い仕草に可愛すぎます、疲れた体にしみるわと反響を呼び、わずか10日で246万回以上再生され大注目なんです。ラッコはマリンワールド海の中道のリロ君大ファンだという福岡県のまゆっこさんが撮影しました。すごいびっくりしましたけど、魅力の可愛さを共有できてすごい嬉しいなと思って。ムニムニにもいろいろなパターンがあるようで、まずは大好きなコーンを持ってムニ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 今度はうとうとしながらムニムニムニ。いや、私が見てる限りでは夜の水族館で9時まで営業してる時にもう本当に眠たくなっちゃって、ムニムニしてる時のがたまーにこいでます。通えば通うほどいろんな仕草をや表情を見せてくれるのですごい魅了されてます。この動作どんな意味があるのか、マリンワールドの飼育員に聞きました。ラッコは冷たい水の中で暮らしている動物で、グルーミング、毛づくろいですね、毛づくろいがすごく大事な動物なんですね。その一つの動作でムニムニ、しているんだと思います。飼育員によりますと、ラッコが泳ぐ水槽の水温は今の時期15度から16度に設定されています。ラッコは毛づくろいをして毛と毛の間に空気を取り込み、空気の層を作ることで体温を保っているのだといいます。ラッコにとっては生きるために欠かせないムニムニ、顔だけでなく体全体を毛づくろいするといいます。その様子をカメラで捉えたいということで、待つことおよそ40分。そしてほっぺたのあたりもムニムニムニ、体を上手に曲げて尻尾のあたりもムニムニというかゴシゴシ小さな手で一生懸命毛づくろいを始めました。あ、見ました、めっちゃ可愛かったです。でも本当可愛すぎて失神する子供も大人もメロメロにさせたリロ君、毛づくろいが終わるとお気に入りのコーンを抱いて眠りにつきました。むにゃむにゃ。